こんばんは、1450人フォロワー手前の玉田です。まあ多分もうそろそろで行くと思うんですけど、まあ一応昨日1450人行くイベントで来ませんでしたけど、まあ皆さんはあれを失敗と思うと思うんですけど、僕は失敗と思ってないんですよ。はい、失敗ってのはもう絶対絶命で、もう何も手が立たないこと失敗だと思うし、もう無理って諦めたらもう失敗だと思うんですよね。はい、で僕諦めてないんで、これ失敗じゃないんですよね。わかりますか？正直今僕がやってるのってもう本当に通過点なんで、まあ、こんな言ったらなんですけども、結果やるまでガンガン行きます。はい、なので諦めない心が大事だと思うんですよね。正直なんか YouTube も正直まあ頑張りたいんですけど、まあ見てる人がどこまでいるか本当は分かんないんですけど、まあ、見てくれてる人もたま中にはいると思うんですけど、その人たちのためにも頑張りたいっていうのはありますね。まあ、正直収益目指してるんで、一応12月までに、あとはもう自分のコンテンツをしっかり持ってやるだけだと思ってるんで、まあ、本当に面白いメンバーともやりたいし、はい、世の中が今こういう状況なのでしっちりコラボはできないと思うんですけど、はい、今自分の中ではもうこうしたいなってのがいろいろあるんですけど、今じゃないんですよね。はい、けどその中でやっていかないといけないんで、はい、まあ、でも本当に多分応援されてる感が自分にももう伝わってはいるんですけど、皆さんがメンション宣伝してくれたりフォローしてくれたりハートをしたりグッドをしたり、まあ、バットも中にはいますよ。コメントもくれるし、玉田さん頑張れ頑張ってとか、大丈夫ですよ、いいよ、ありがとうみたいな、こんな温かい言葉がほとんどなんですけど、もう本当に嬉しいです、ありがとうございます。まあ、自分も本当にできる限り皆さんと楽しいイベントしたり楽しいことやっていきたいので、まあ、応援してくれる TikToker さんとかもう現れてきてるんで、もうなんかみんなで盛り上げたいと思ってます、沖縄をね。まあ、何度も言いますけど10月の2日にイベントもします。まあまあちゃんと感染対策を行いながら、はい、盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひぜひライブの参加もよろしくお願いします。自分は本当に今沖縄のなんかごく一部、本当に僕のことを知ってくれてる人だけに今発信してるつもりなんですけど、はい、まあ、僕が諦めたらそれでおしまいだと思います。もう失敗けど僕は諦めたくないし、もう諦めません。今応援してくれる人がまだいるんで、まあ、確かに応援してる人一人に対してもうずっとやるわけじゃなくて、もうみんなに応援されて、もうみんなに返していくつもりです。まあ返しているっていうか、もうみんなが楽しんでくれれば僕はそれでいいの。プラス、まあ、まあ確かにゲートくれくれや、ちょうだいとかはやめてほしいのはあるんですけど、もうやっぱりでもそれがやっぱ目的の人も中にはいるんですよ。じゃなくて、まあ、そうなったらそうなるよねじゃなくて、やっぱどうやってじゃあそれがもらえるのかをしっかり理解してほしいというか、まあ、簡単じゃないんだよこういうのもっていうのをちゃんと教えていければいいかなって僕は思います。まあ、同じ人としてね。はい、だって見ず知らずの人にいきなり DM でチュンカくれますかとか、チュンカくれるんですよねとか、ちょっと普通に考えてやばいじゃないですか。はい、でもそういうイベントだから、じゃあこういう風にしたら一緒に楽しんでいこうよでちゃんと受け答えできればいいんですけど、まあ、本当に、まあ、今のところは、まあ、そんな結構きつめの DM は来てないんでいいんですけど、まあ、後々来るかもしれないんで、そこはもう、はい、うまく対応できたらなと思います。まあ、自分一人でここまでやってるわけじゃないんで、皆さんと一緒に楽しんで盛り上げていけたらなと思います。まあ、こんな玉名ですけど、ぜひぜひ今後も応援よろしくお願いします。はい、まあ、それでは
1450人行くことを願って、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。